皆さんこんばんは。ありがとうございます。今日はお越しいただきまして本当にありがとうございます。今日はですね、まあ一人でっていうのは初めてですね。初、自分からやるのは初っていう感じですけどね。今日は三味線のいろんな音色とか、僕がやってるこう音楽っていうのがね、どんな感じのをやってるかっていうのをちょっと聞いてもらいたいなと思うので、いろんな色を出していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それと飲み物食べ物頼まれました。今日は飲みながら食べながら、ゆっくり聞いてもらうということを考えているので、頼んでない方はぜひ美味しいご飯も美味しいお酒とかドリンクもありますので、ぜひ頼みながら、聞いていただけたらと思うので、よろしくお願いいたします。はい、今ロック一つ、今ロック一つお願いします。そうそう、こんな感じで、こんな感じでお願いします。それでは、今日はですね、最初の方はちょっと古典寄りの津軽三味線というのがですね、どんな、歴史をたどってどんな音でね、弾かれていたかっていうのを聞いてもらいながら、一部の方をやっていこうかなと思います。なのでちょっとね、和装を着ておりますが、これはですね、今日お客さんでも来ていただいた馬場さんという方がですね、袴を分解して一から作っていただいた、特注の衣装でですね、これでちょっと引き締まってやってみたいと思います。それではまずは津軽の風景をですね、ちょっと思い描いていただきながら聴いていただこうかなと思います。それでは聴いてください。土佐の砂山。Thank you.